トンボがいっぱい飛んでるね、こうと。むいち。そっ。ほい。テージ。カエビ。豚カルビ屋さん。あ、全然入ってないじゃん。解散だから。これはここじゃないね。これ見て、この人。なんかとりあえずコリア語を目にするとゆっくりなんですけど読む練習をしてて、まあ4歳から5歳の時に韓国に住んでたんで、幼稚園じゃやっぱ識字ってのはなかなか習えなかったですね。プンウォンジャン、イエス、プンウォンジャン、イエス、イエス。あ、下水の匂いほんと臭い。見て、ここ人配置するぐらいや、ね、駐車場配置してるぐらい入って。なんかビジュアルもすげえいい感じのレストランで、まあ、とにかくコンジャンをですごい失敗したので、あのみんなでめっちゃ調べていったって感じですね。マジ韓国本当に子供に全然優しくなくて、これじゃ出生率世界で一番低いってのはガンガン納得できますね。オリフンゲチョンシク、オリオリってあるな、ここか、これはバンクです。あ、アヒル、アヒル、あ、アヒルがいいわ。オリアヒルだ、俺をアリにしよう。で、チョンチョンボ、チョンボ、アワビ、アワビ、アワビの刺身の定食。うん、まあ高いね。まあでも2、3000円だから食べたい。そう。これがポックサンって、ゆで豚だよね。ゆで豚だね、これ。うん、これゆで豚。うん、うん、うん。これは、あの豚の味付け。豚カルビやな。なんかさ、海鮮系ないの？なんか、オリコギ。オリっていうのがまあアヒルって意味なんですけど、そのアヒルは俺ロシアにある北朝鮮のレストランで食べたことがあって、めちゃくちゃうまかったんですよ。であとはカンボジアに行った時、カンボディアキングダムに行った時にアヒル、ティア、アヒルのことティアって呼ぶんですけど、それがごちそうで、まあレストランでもティアを食べたし、あとはそのよレス前の田舎に行ってニア、あ、アヒルを締めて食べさせてもらったし、とにかくアヒル食べたかったんですよね。うん。こんじゃんをかけのもんもあるんです。こんじゃんをかけ、うれしいな。あと子供たちにとって本当韓国料理ってまあ地獄だったみたいで、本当に全然食べてくれなくて、特に上の子はまあいつも米っていうよりはまあパンよりもやっぱ麺類がすごい食べるんですよね。まあやっぱり食べやすい食べにくいってのもあって、まあ、韓国料理それで言ったらすっげえ食べにくいなって思います。まあスプーンのことはすっから、箸の方は直からって言うんですけど、どっちも鉄でできていて、マジ重いんで、こんなの子供食えるわけねえだろって思ったり、まあ、そんなの気づかなかったんで。めっちゃ美味そうだ。やっぱあのプサンなんで海産物が名物なので、ケジャンっていうカニの醤油漬けだったり、あとエビの醤油漬けみたいなのがあって、めっちゃうまいんですけど、まあ、子供たちは食べれない。単品で頼むんですよ。めちゃくちゃおかずが多くて、これが全部ってわけじゃないんですよ。やっと食べれるわ。いただき。戦闘モードの時はサングラス外すみたいな。これだよ。うまい。
食べてる。しかも日本のことわざでカニを食べてると会話がなくなるっていうと思うんですけど、全く喋りたくない。このカニ喋ってごらん。もちろん辛いんだけど、これ一回辛くても食べてみよう。エビの醤油漬けです。これ釣んないけどね。天ちゃんチゲ。天ちゃんチゲっていうのは、まあ、味噌汁みたいなものですね。豆腐です。これもうご飯とか食べちゃうからやめとこう。昨日夜やってるやつだったね、ここは。昨日のこと言わないで。もっと手伝ってみて。うん、これセリ。セリはミナリって言うんですけど、映画にもなってますけど。なんか。うん、これも日本で売ってない。何が、うん、ネギかパーか、うん、確かにちゃんと何これ食べてもね、いいよね、うん、これ赤王だよ、ね、なんか食べ放題ってわけじゃないんですけど、とにかく全部に手をつけないと気が済まないたちで、まあ、一個一個の皿をチェックしつつ、あ、ご飯がすごいなってのはご飯確保しつつ、太っちまうなって感じです。今のコンギッパっていうのはコンギっていうのは空気っていう意味で、パっていうのはまあビビンパとかキンパとかクッパとかご飯っていう意味なんですけども、まあ、直訳すると空気ご飯っていうわけですね。まあ、なんで空気ご飯っていうのかっていうと、あの鉄の器に入れられてるんですけど、それを思いっきし振ってですね、空気と米を混ぜるからうまいみたいな、まあ、そういった都市伝説があって、はい、それがそのまま空気ご飯っていう名前、どこの食堂にもあります。うん、スープかかる、うん、これもらえばいいよね、また、うん、韓国のおかずパンチャンっていうのはですね、最初から付け合わせで突き出しで出てくるんですけど、まあこれがおかわり何回でも無料なんですね。でまあ、さっきは単品で頼んでよかったねみたいな話っていうのは、まあ、特にこのケジャン、まあ、カニの醤油漬けとかエビの醤油漬けっていうのは、まあ、高いんでちょっとエクストラでお金払わなきゃいけないよみたいなものなんですけど、キムチとか何でもおかわりは自由なんです。これはもう豆腐ないんだよ。ある。あんとことが豆腐が食べたんだ。辛くなかった。あ、大丈夫みたい。あら。うん、豆腐。あ
なし、カズ。天ジャンチゲ苦手な人を残しちゃうんだったらくれよっていうことですよね。俺はまあ残していいなんていう許可を受けてないんで、目の前に残ってるものだったら何でも食べちゃう人なんですね。これどんぐり。へえ。これね。前になんか食べたよね。うん。おいしい。おいしいっていうか苦いって。このみ。これ食べたい。どんぐ。このトトリムってのはムっていうやつなんですけど、トトリっていうのはどんぐりっていうのなんですよ。で、まあこのどんぐりをあのすりつぶして、こうなんていうのかな、食感でいうとなんて言ったんだろう、ゼリーみたいな感じなんですけど、これまあ昔からよく見たことがあって、半目とかうちの親父の母親とかおばあちゃんが作ったりしてたんですけど、まあ、とにかく苦いんですよね。だけどまあ子供の時は苦い、まずい、嫌いって感じだったんだけど、まあ、日本にない味なんで、食べると懐かしいっていう感じで、だからうまいって、まあ、味の素とかね、平均的にうまいとかってことじゃなくて、やっぱり記憶と結びついてるんじゃないですかね。間違いなく苦いんだけどうまいっていう言葉が出ちゃったっていうね。なんだ。うん。県民。アナゴ。韓国のチキンの揚げ方みたいな感じだね。カリカリして。少ない。こさり。いや、なんかね、そばじゃない。うん、いいの、置いてて、置いてて、うん、まあ実は自分の子供たちは日本食がすごい一番好きで、まあ子供たちっていうか上の子しかまだ食べれないんだけど、なんでまあなんか日本そばみたいのが出てきてて、ふざけんなって感じで、お湯は食いたくねえからっていうのも日本で食べれるからっていうものを食ってみたんだけど、まあ日本で食べれる味ではちょっとなかったっていうか、まあヘイそばっぽく、まあ、海藻を混ぜてるかちょっとツルツルシコシコしてた感じなんで、まあこんなもんかっていう、まあ、味の引き出しに見といたっていう感じですかね。観光バスが来たんだよ。良かったですね。これはチリメッキ。え、待ちなさいよ。ネギキムチ美味しかったよ。やっと。まあキムチはいろいろあるんですけど、特に今回は、まあ、ネギキムチだったりニラキムチっていうのがめちゃくちゃうまかった。キムチ。まあ今の訳しますと、ちょっとすいません、ここにエゴマの葉の醤油漬けと、それから煮干しのみりん炒めと、あと俺がキムチキムチって言ったわけですね。お分かりいただけただろうかということで、明らかに親不機嫌な顔をするんだけど、まあ、なんでかというと母親がまあ貧乏ゆすりをするようにちょっと気持ち悪いから、ちょっと気持ち悪く、私その足ゆすってるのを見てると、あの酔っちゃって気持ち悪くなるからやめてくんないっていうことなんだけど、ふざけんなっていうことで、俺はあのうまいとか気分がいいとか無意識に
ぼーっとしてるとかっていう時はどうしても貧乏ユースでしちゃうんですよ。でそれがみそぼらしいからやめろってことなんだけど、別にいいじゃん、しかも俺41だし、マジ小言多いよっていう感じなんですけど、飯がまずくなるわっていう感じで、まあ、小言が多いっていうチャンスよりもあんたって言うんですけど、ちんちゃうりもチャンスよりもあんた。どうぞ。ということでね、初日のディナーで食べた、ぬたうなぎっていうもののリベンジを次の日の昼食でなんとか取り返すという回でした。皆さんコメントお待ちしてます。はい、チャオチャオ。